おばあさん、どうしたの？道に迷ってしまって、まゆという孫の家に行きたいのだけれど。まゆちゃんのお家なら知ってるのでし、花子、案内してあげる、ということがあったでし。花子、偉い？でもね、その後が大変だったの。まゆちゃんの家、ピンポンが壊れててね。お家のいろんなところから中の人を呼んで、やっとおばあさん中に入れたんだよ。お母さんも経験あるけど、そういう時って困るわよね。花子、よく頑張ったわ。それじゃあ今日はピンポン、インターホンにまつわるお話をしてあげましょうね。ピンポンダッシュに悩む家。まただ。もうやめて。私は幼い頃からいわゆる団地住まいだった。両親はさほど裕福ではなく、親子3人で住む 2DK の住まいからはずっと出られることがないと思っていた。現に両親はまだその 2DK の古い団地に住み続けている。賃貸の物件は何かと大変で、古い家だから内装も今風ではない。年頃になって自分の部屋を持たせてもらった時、可愛いインテリアに憧れたけれど、どう頑張っても和風な畳の4畳半は思い描いたおしゃれな部屋とはほど遠かった。いつしか私はマイホームを持つことが夢になってしまった。将来何になりたいということよりもマイホームを持てる人との結婚が夢だった。自分で頑張れるほどの学力もなく、短大を卒業してからはなんとなく憧れていたインテリアを扱う小売店に就職した。家は建てられなくても、その内装に置く家具を扱う仕事、少しでも自分の夢に近づける仕事に満足していた。そこで出会ったのが、ハウスメーカーに勤めるノブトだった。ノブトが扱う展示用物件の家具に、うちの会社のものをよく使ってくれた。インテリアコーディネーターの資格取得に向けて勉強はしていたものの、不合格続きだった私は、直接ノブトと仕事をすることはなかったけれど、よく顔を合わせるようになって、街でばったりすれ違った時、どちらともなく、食事に行くことになった。すぐに交際を始め、それからはトントン拍子に話は進み、1年後に結婚した。半年後に妊娠したが、そこで先ほどの夢の話になった。アスカ前に言ってたよな。マイホームに住むのが夢だって。うん。でも、ノブ君厳しそうだよね。夫は営業だが、控えめでのほほんとした性格が災いして、営業成績は万年ビリ。実力主義の給与体系を誇るハウスメーカーでは、給料もボーナスも多いとは言えなかった。ただ、この年になると、自分の力で頑張ってこなかった反省もある。だから、潔くマイホームは諦めようと思っていた。それがさ、うちの会社で建てた物件が中古で売りに出されててさ、オーナーさんがとにかく安くてもいいから、早く売りたいって言ってるんだ。相場よりもかなり安く売ってもらえそうで、俺でもローン組めそうなんだよ。本当に？今ならまだ、アスカのお腹もそんなに大きくないし、引っ越すならすぐの方がいいかと思って、早速明日、内見の予定を入れたんだけど、休みだったよね。うん、休みだよ。見に行きたい。早速翌日、その物件を見に行くことになった。うわぁ、築浅に見えるけど。うん、まだ7年だって。え？それなのになんでそんなに安くでも売りたいの？まさか事故物件？いや、でもあんまり縁起は良くないかな。離婚したらしくてね。奥さんのこだわりがものすごく詰まった家だから、一日も早く手放したいそうだ。よく奥さんはこの家を離れる気になったね。奥さんの浮気が原因らしい。しかも、奥さん浮気相手と再婚したそうだけど、こともあろうにこの家を買おうとしてるそうなんだよ。財産分与とかでもらうんじゃなく？再婚相手が多額の慰謝料を払っていて、この家まで普通にお金を払って手に入れようとしているらしいんだよ。なんかものすごい詳しいね。俺の同僚なんだよ。だから今営業でマイホームを建ててない俺に安くてもいいから買ってくれって。ようやく話が見えた。それで訳ありなのね。確かにちょっと内装がメルヘンだけど、私は気に入ったよ、この物件。このままじゃ俺、いつまで経ってもアスカにマイホーム買ってやれないから、ここでいいかな。もちろん、ありがとう、ノブ君。それからすぐに契約を済ませると、即入居した。産休に入るまでの間、特に何も気にせず暮らしていた。一つ気になるとすれば、ご近所の噂話だけは面倒だ。この家に住む時に挨拶回りをしたが、前の住人の、特に奥さんの悪口を耳にタコができるくらい聞かされた。マイホームでは、ご近所付き合いは気をつけなければいけないな、と、強く印象付けられた。しかし、産休に入ってからは、別の問題が勃発したのだ。はい。カメラ付きのインターホンなので、部屋の中から玄関の様子を見るが、誰も見当たらない。押す数秒前から記録されるのに、そこには誰も映っていない。すぐに夫に相談すると、この辺小学校が近いからな。ちょっと待ってね。
夫はインターホンの下で小さくなって指だけを伸ばしてインターホンを押した。その映像を確認すると確かに誰も映っていない。カメラの死角から押したってことだ。ピンポンダッシュかな。夫は楽観視していたが、産休で家にずっといると一日に数回は鳴らされるのだ。ノブ君なんとかしてよ。インターホン上に監視カメラをつけよう。すると、映ってない。これって。レイ？それから私は森氏をお札、あらゆる除霊に効きそうなものを家に置いたけれど、全く効き目がないどころか、さらになる頻度は高くなる一方だった。事故物件じゃないって言ったじゃない。その後、長女のユラを出産、退院して家に戻ると、連打されるようになった。もう嫌！ユラは起きるし、自分も寝不足、産後うつも重なって、完全にノイローゼになった頃、見るに見かねた夫が霊媒師を呼んだ。この家、住む人間を破滅に陥れるわよ。霊道が通っているけど、ここを通るのはなぜか恨みの強い人間が多いのよね。単なる霊道ってわけじゃないわ。そうなんですか。でも森塩とかお札とかネットに書いてあった対策は全部やったのに、鳴り止むどころかもっと鳴るようになったんです。そりゃそうよ。ここはさっきも言ったように霊道が通ってて、霊が通るたび電気系統に悪さしてインターホンが鳴ってたの。しかもあんたがお札なんか貼るから、この部屋から出られなくなった霊がほら、あんたの後ろにたくさん。はい、おしまい。やはりプロに任せなければいけないことってあるんですね。ネットの知識だけに頼ると余計に悪化することもあるかもしれませんね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢。